Good morning. My name is Carol Rosin. In 1974, after being a sixth grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And I said, you know, teachers don't stop until June. He said, no, you have to understand. This is February. キャロル・ロスン博士はフェアチャイルド工業のコーオパレートマネージャーになった初めての女性であり、なおかつウェルナー・フォン・ブラウン博士の晩年においてフォン・ブラウンのスポークスマンであった女性です。キャロル・ロスンはワシントン市において外宇宙における安全のための研究所の創設者であり、宇宙における武器スペース・ベースド・ウェポンに関して議会で宣誓証言をした女性としても知られています。以下、キャロル・ロスン博士の証言より。私は宇宙とミサイル防衛コンサルタントです。そして数多くの会社、組織、政府及び各部門とコンタクトを取ってきました。情報機関ともコンタクトを取ってきました。また私は MX ミサイルに関して TRW の仕事もしてきました。 MX ミサイルというのは私たちがそれまで必要としなかったもう一つの武器体系を言います。私が1974年から1977年までフェアチャイルド工業のコーオパレートのマネージャーだった時、晩年のウェルナー・フォン・ブラウン博士に会いました。当時フォン・ブラウンはガンで死のとこにありました。私がフォン・ブラウン博士に会った最初の日に、博士は彼の横に排泄用の管、管を置いていましたが、彼は机の上を叩きながら私にこう言いました。あなたはフェアチャイルドにやってきて宇宙に武器をキープする責任を持つようになるでしょう。フォン・ブラウンの目はそれを言うとき真剣な眼差しでした。彼は彼が病気になったとき彼のスポークスマンになってくれないかと私に頼みました。そして私はそれから4年間、1977年に博士が死ぬまで彼のためにその仕事をしました。私にとって最も興味深かったのは彼が言ったところの驚くべき戦略的軍事作戦、つまりスケアタクティックストラタジーでした。つまり政策決定者や一般民衆を操作するための作戦のことですが、フォン・ブラウンの話によればこれらの戦略こそが真の敵、つまりリアルエネミーだというのです。1974年に戻りますが、ロシアがそこにある敵でした。私たちはロシアが殺人衛星を持っていると話されていました。そしてロシア人がやってきて私たちを捕まえ、私たちをコントロールすると話されていました。で、私が1970年にロシアへ行った時、私は彼らが殺人衛星など持っていないことを知りました。つまりそれは嘘だったわけです。事実、ロシアの指導者や人々は平和を望んでいました。ロシアはアメリカ合衆国や政府の人々と協力したがっていました。フォン・ブラウン博士はテロリストたちがやがて次の敵になるだろうと言っていました。そして第三世界は狂っているというようになるだろうと。そしてそうした国々が心配国家、つまり Nations of Concern と目されるようになるだろうとです。1977年に私は
フェアチャイルド社の戦争ルームと呼ばれる会議室で行われたミーティングに出ていました。そこには回転ドアゲーム、リボルビングドアゲームの人々がいました。彼らは表向きはコンサルタント、工業の関係者、それに軍や情報部の人たちでした。彼らはその会社で働いてはいましたが、そのドアのところで回転し、一歩外へ出るとそのまま政府の地位に回転、つまり変身する人たち、あるいは逆に会社の人間に変身する人たちでした。つまり政府の役人でした。壁にはたくさんの図表が貼ってありました。その中にはサダム・フセインとかガダフィとかいう人物の名前もありました。つまりこれらの宇宙武器、スペース・ベース・ウェポンズを作るためのこれらの人物は次に戦うべき敵ということになっていました。つまり未来の湾岸戦争に備え、その宇宙武器を作るために250億ドル、つまり約3兆円の予算が使われつつありました。で、フェアチャイルド社は、そうした次世代の武器を一般及び政府に売り込もうとしていたわけです。分かりやすく言えば、湾岸戦争というのは古い武器を一掃して新しい武器に置き換えるために作られた戦争だったということになります。私は立ち上がりこう言いました。宇宙武器を作ろうとしているのに、どうしてフセインやガダフィのようなこうした敵の話をしているのですか。現に今彼らは敵ではありませんと誰も答えませんでした。彼らはあたかも私が何も言わなかったかのように会議を続けました。それで私の立場は決まりました。私はその地位から辞職しなければなりませんでした。1990年のことです。その時私は宇宙武器の研究と開発プログラムのために適切なお金を考えながら私の家の居間に座っていました。で、その時気がついたのです。250億ドル、つまり約3兆円という数字が私の頭の中に降りてきました。私は夫にこう言いました。私はこうしてここに座り、CNN のテレビを見ながら、戦争が始まるのを待っているつもりなのかしらと。夫はこう言いました。私はすでに蚊帳の外に置かれていると。友達もこう言いました。あなたにはもう関係のないことなのよ。湾岸では戦争はないだろうし、誰も湾岸戦争のことは話さないだろうとも。が、私はこう言いました。戦争は起こります。そして私はここに座り、戦争が起こるのを待っていることになるでしょうと。すべてがまさにスケジュール通り、つまりあらかじめ予定された通りに始まったのです。湾岸戦争に関して言えば、あの戦争でロシアのスカッドミサイルを撃ち落とすのに成功したなどと話されました。その成功によって予算が正当化されたのです。事実こうした作戦はさらなるお金、さらなる武器を正当化させるためのすべて嘘だったことが分かったのです。フォン・ブラウン博士の次の敵はアステロイド、つまり小惑星でした。フォン・ブラウン博士は初めてクスクス笑いながらそれを口にしました。アステロイドの後、私たちが外惑星人、つまりエイリアンと呼ぶところの脅威、つまりそれが最終的な脅威になるだろうとです。繰り返します。
つまりエイリアンと呼ぶところの脅威、つまりそれが最終的な脅威になるだろうとです。その4年間の間、フォン・ブラウンは私に何度も何度も繰り返し念を押したのを知っています。理解キャロル、最後のカードはエイリアンカードなんだよ。なぜ宇宙武器を作るかといえば、それはエイリアンに対するものなんだよ。つまり現在の話はみんな嘘なんだよと。フォン・ブラウン博士は細かく話すことをあまりにも恐れていました。最も細かく話されたところで、それらをすべて私が理解できたかどうかは確かではありません。ただフォン・ブラウンはそうした事実を政府内部にいて、それを知る必要があったということについては疑問の余地はないということを私は後になって知りました。最後にフォン・ブラウン博士は私にこう言いました。努力を加速させなければならない。ハルマゲドンが起きるだろうということを実際に信じている人たちがいる。そのため私たちはその戦争を迎え撃たなければならないと。以上、翻訳林博史です。World War III would begin in the Middle East in 1995 with an invasion of Israel by a United Arab Nation using conventional weapons, which would culminate in a nuclear holocaust in the year 1999. Between 1999 and 2003, most of the life on this planet would suffer horribly andDie as a result. The return of Christ would occur in the year 2011.20世紀初頭にはファティマの聖母事件が起こり、何万人もの目撃者が奇跡を見たことを証言した。その事件では以下のような予言が語られた。もし人類が邪悪から戻らず、キリストの足元にひれ伏さなかったなら、この惑星は自己崩壊し、目次録にある出来事が実際に起こるだろう。世界平和の計画と1992年に始まる偽りの宗教を携えて世界統一を果たす一人の子供が誕生するだろう。1995年頃、彼は邪悪で実際は反キリストであると人々は見極めるようになるだろう。1993年に通常兵器を使用するアラブ連合国がイスラエルに侵攻して、
第三次世界大戦が中東に始まるだろう。その通常兵器は1999年に核のホロコーストへと最高潮に達するだろう。1999年と2003年の間にこの惑星上のほとんどの生命は致命的に損害を被り、その結果死に絶えるだろう。キリストの再来が2011年に起こるであろう。このファティマの預言事件が宇宙人によるものである疑惑があるとして調査を行った結果、アメリカ政府は預言が宇宙人によるものであると断定した。宇宙人たちはそれは真実であると証言した。宇宙人たちは異種混合、つまりハイブリダイゼーションを通じて人間を生み出し、宗教、悪魔主義、魔法、魔術やオカルトを通じて人間を操作してきたのだと説明した。さらに宇宙人たちはタイムトラベルができ、予言で語られた出来事が実際に起こるだろうと述べた。宇宙人たちはキリストの十字架の貼り付けを表すホログラムを見せ、それはフィルムに撮られた。彼らの証言が信頼できるかどうかは不明である。